菊池持ともぞ菊池持とも文案3年7月28日は、菊池氏の第19代当主、第18代当主、菊池県庁の子、かには14位した、ひご守る。子に、菊池ため国、菊池ためやす、たくまためふさ、うどためみつ、きのしじか。ひご菊池氏当主では唯一、足利将軍からの返記を賜り、 足利義持の一時によりはじめ持ち武士、後、持友と名乗る。室町幕府に仕え足利義則の重臣であった。大友千勝名を両国で日越し大友家当主の座につけた。当初は、影響2年、父との対立により、父、県庁を追放しか督を継ぐ。持友は時世を見ることのできない、県朝さと異なり、動乱の九州地方で幕府方の立場を示し、 大内氏と結んで、小西氏や大友氏と対立した。室町幕府も、菊池氏に、筑後国の守護職を与えて、大友も知事かを討伐させようと目論んでおり、影響5年に持ち友は、筑後守護職に任ぜられるが、翌年の大友氏討伐には失敗している。また持ち友は父、県庁の後ろ盾を得て、反抗をしていた実定の菊池忠家を自殺に追い込み、一族の統制を強めて、 僧侶の権威強化に邁進した。被護国の有力国人である、宇都上主宇都ただというの講師として、このため、光を送り込み、勢力の拡大に不信する。文安3年に38歳で病死する。あと、着難菊池ため国が継いだ。ありがとうございます。